石文は、1969年及び2015年に、広島テレビ放送が制作、放送したドキュメンタリー番組、もしくは、この番組をもとに1970年ポプラ社から、刊行された書籍である。1945年8月6日、勤労動員中に、広島原爆で全滅した、旧姓広島県立広島第二中学校1年生321名の記録である。 第二次大戦下の広島二中では、三年生以上は軍事工場へ働きに行き、一、二年生には学校で芋を作る作業等があったため、その分授業に避ける時間が減ることになり、夏休みも返上しての学校生活が続いていた。その頃の中学生たちの日々の暮らしぶりは、残されたある生徒の日記や遺族たちによる手記の中に描かれている。 1945年8月6日午前8時15分。広島市の中心部中島新町の本川土手の前の道路に空襲による発生が予想された火災の被害を抑え、避難場所を増やすための空き地を広げるために建物を壊していく、その後片付けの作業のために集合していた321名の生徒たちと4名の教師たちの頭上で原子爆弾が炸裂した。 本作は、その生徒たちと教師たちの運命、その最後を、判明している範囲で淡々と伝えたものである。子供を、心配して、探しに来た父母に会えて、喜びのうちに亡くなった生徒がいる一方、どこで死んだのか、未だにわからない生徒も、少なくない。このように、8月6日に起きた出来事を、広島に中の生徒を中心に克明に描いている。広島テレビの制作により、 一時間番組として、日のタイトルで、日本テレビ他全国23局で放送された。広島テレビでは1969年10月9日22時22時56分に、日本テレビ他では10日遅れの10月19日16時17時に放送された。広島市出身で、生徒たちの母親と、ほぼ同世代でもある女優、杉村春子が、 生徒たちの家が掲げられたスタジオ内で朗読の形で遺族の証言や生徒らの最後を語っていく内容である。たびたび原爆被害の写真を効果的に挿入し、最終的に生徒らの家が崩れ落ちるという衝撃的な演出で話題となった。昭和44年度文化庁芸術祭優秀賞、週刊 TV ガイド主催、テレビ大賞優秀番組賞、 第7回放送批評価賞を受賞。その後、デンマークやスイスなど海外でも放送された。企画者の鈴木田純淳一郎は、原爆投下前年に広島日中を卒業しており、本番組の取材に取り組んだ。なお鈴木田によれば、本番組はテレビドラマとして制作されたものである。構成は松山善造が務めた。現在、 横浜市にある放送ライブラリーに保存されており、閲覧することが可能である。また、2016年3月31日までの期間限定で、広島テレビ公式サイト内の、つなぐ広島特設サイトにて、無料配信されている。キャストスタッフ1969年版のリメイクとして、同じく、広島テレビの制作により、 2015年8月1日13時30分14時55分に戦後70年特別番組石踏み忘れない。あなたたちのことをのタイトルでテレビ宮崎を除く日本テレビ系列29局ネットで放送された。同年8月7日18時15分から19時56分には広島テレビのみで再放送された。これ広が脚本、監督を務め、 広島市出身の女優、綾瀬はるかが朗読を担当した。本編では、木箱を配置して、プロジェクションを用いるなど、オリジナル版とは異なる演出がなされた。また、本編の途中には、ジャーナリストの池上明による、取材の模様が挿入された。この取材では、被爆した、生徒、教師の遺族などにインタビューを行ったほか、広島に中の慰霊碑にも訪れた。 このリメイク版では、ごく少数ながらも、難を逃れた生徒たちの存在が取り上げられ、インタビュー出演した。中には、一時は、異例碑に名前を刻まれたものの、後に生存が確認されたため、自分の名前を削除してもらったという生徒も、紹介された。キャストスタッフ1970年、ポプラ社から刊行され、以後現在に至るまで長年にわたり版を重ねている。初版時には、 1> 第1歳回児童福祉文化賞と第18回産経児童出版文化賞を受賞した。表表紙には原爆ドーム、裏表紙には平和公園内の本川土手にある広島に中の慰霊碑に刻まれた日の一時の写真が掲載されている。本編イラストは小林勇。その日の朝川本君の日記から。 本川土手の集合爆発の瞬間川の中で脱出から再開へ郊外へその夜お寺の救護所で寄宿者から平ら村へ寝られぬ両親が来る朝避難する途中で行方のわからない生徒たちそして全滅した本番組が放映された翌年の1970年には広島市の男性合唱団広島メンネルコールが広島テレビの協力を得て 広島に中生徒の被爆をモチーフにした合唱組曲、レクイエム、日を創作した。作曲は森脇健三、作詞は番組の企画者である鈴木田純一郎。これは本川土手で被爆して亡くなられた広島に中の4人の先生と1年生321人の名簿である。ありがとうございます。